いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。
ごゆっくり。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。どうぞ。サンシャインへようこそ。お待ちしてました。どうも。ようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。ご延長はいかがでしょうか。退屈だな。ありがとうございます。ようこそサンシャインへ。ごゆっくり。かわいい。たぶよ。すみません。申し訳ございません。かわいいね。ごめんなさい。ようこそ。よろしく頼むよ。やめてよ。申し訳ございません。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。こちらになります。ようこそ。どうぞ。ふざけるなよ。申し訳ございません。助かりました。嬉しいです。盛り上がりましょうか。美人さんだな。ありがとうございます。やったー。さあ、申し訳ございません。素敵だよ、君。いらっしゃい。お願いします。また来たね。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。いまいちやな。めっちゃ嬉しい。お願いします。メニューになります。盛り上がってきた。お願いします。ようこそ参加。ごゆっくり。ありがとうございます。ええ加減にせ。困りますよ。申し訳ございません。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。はい。おい、おい、おい。
やるんか。
支配人、すみません、よろしいですか。あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や。どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルや。ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、あんてやったんか。グランド、いいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか。ああ、いいよ、もう。こっちの方が人数多かったし。あなた、ほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどないした。なあ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ酔ってないよ。リーの電話なんや。あなた、これからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで。お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い。いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。リーさん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。リーさん、お店から出たあなたのこと、どこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人、マジマ五郎。ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった。あの女、どこ隠したんや。お前ら、
女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんでくれ。ごついね、なんなんやお前。逃げんなよ、俺に用があったんとちゃうか。くそ、こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配人。佐川なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでっか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談、上司と仕事する時のイロハだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですわ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。後悔すなよ。
ください。リーカ。ああ、あれから怪我の具合はどうや。ふん、お前痛み忘れるコツ知っとるか。うん、がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前、ここどないなっとるんや。あ、何のことや。このアパート、そこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは俺の雇い主も。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるんは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で買われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏は持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにええルート教えたる。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるん。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。わかった。しゃあないな。